対マスターチャンピオンシップ決勝 A メイン、ゼッケン番号1番ポルボ賞、3位大会代表永井和幸選手、2番グリッド掛川大会代表佐々木拓磨選手、3番グリッド岩手大会代表小家隆之選手、4番グリッド岡山大会代表鈴木誠太郎選手、5番グリッド関西大会代表渡辺仁選手、6番グリッド掛川大会代表赤堀正人選手、7番グリッド岡山大会代表大谷健二選手、8番グリッド北海道大会代表小枝和弘選手、9番グリッド愛知大会代表中田聡選手、そして10番グリッド宮城大会代表鈴木俊太郎選手。さあこの10名で決勝 A 面を争ってまいります。それではゆっくりとマシン、走行していただいて、スターティンググリッドの方まで進めていってください。So here we go as the cars make their way round to the starting grid for this all important first running, the A main for the Mazda class. This is the time all of these drivers have been waiting for since we first started practice sessions on the Friday. さあそれではコースマーシャルも皆さんよろしくお願いいたします。タミヤワールドチャンピオン決定戦2018、いよいよ決勝レースマツダチャンピオンシップ決勝 A メインスタートとなります。 Drivers on the tone and we're off. Let's see as they come through the infield. So far so good, all 10 cars underwayさあいよいよ決勝 A メインマツダチャンピオンシップスタートになります。さあいきなり激しいトップ争い決戦になっている RC マガジンコーナーから今3話ストレート、そして双葉コーナーを回っていきます。さあ今マツダストレートに入ってきたトップは佐々木拓磨選手、ピンク、ホワイト、ブラックのカラーリング、ボディはロードスター、その後ろから同じくロードスターカーナンバー1番永井和幸選手が猛追。さあ双葉コーナー、両者のタイム差は0.2秒差、レース時間は50秒経過です。 And we're already 50 seconds into this all important first A main race, and at the moment car number 2 has snuck ahead of car number 1. You can see the pink and black machine really fighting hard to keep the number 1 car behind him. Really close racing. さあ5分間のレース、まずは序盤の1分が経過。トップは依然カーナンバー2番の佐々木選手、 RC マガジンコーナーから実況席の前、3話ストレートを抜けて双葉コーナーに向かう。しかしその後ろから永井選手、カーナンバー1番がぴったりマーク、0.3秒差、その後ろからカーナンバー6番掛川大会代表赤堀選手、0.6秒で続く。以下5番、4番、8番、9番、7番、3番、10番と続きます。さあ依然全車非常に僅差の中で走行を続けているマツダチャンピオンシップ、この後激戦が期待されます。レース時間は1分40秒経過。 And we're over 90 seconds into this race already, and car number 2 has a fragile lead, number 1 like a tiger waiting to pounce. Can he find the opportunity? さあトップグループ今マツダストレートを抜けてマルトコーナーを抜ける RC マガジンコーナー、先頭はピンク、ホワイト、ブラックのカラーリング、その後ろから2番手のマシン、ホワイト、ブラック、イエローのカラーリング、永井選手と今佐々木選手がバトル、そしてその後ろからイエローとグリーンのカラーリング、赤堀選手、ボディはデミオ、この3台が現在トップ争い。さあ実況席の前を通過して今 KO ヘアピン双葉コーナーを抜けていく。あっと3番手赤堀選手がちょっと転倒、これでトップ争いは今2台に絞られた。レース時間は2分20秒経過。 And we're almost halfway through this session, and it was a 3 car battle for a moment, but car number 6 has dropped off just a touch. Car number 2, oh! Little coming together, but still car number 2 from 1. さあ接触がありましたが、ここはポジション変わりません。2番、1番、6番、4番、5番、8番、3番、9番、10番、7番の展開。さあトップマシン KO ヘアピンを抜けていく、ピンク、ホワイト、ブラックのカラーリング、佐々木拓磨選手、掛川大会代表。さあその後ろからカーナンバー1番永井選手がその後ろマークしていく、0.2秒差、そしてその後ろから 0.5秒で赤堀選手が再び上がってきている。2番、1番、6番、4番、5番、トップ5カウント、レース時間は3分経過。
And there's just 2 minutes left to go in this session, 3 minutes gone, and car number two still holding off car number one. Now that little coming together, car number six is now right on the end of that group. It's a three-way battle at the top. Great racing. さあ、レース終盤戦に差し掛かる。依然トップキープは鍵形大会代表、佐々木拓真選手、中学生ドライバー。さあ、今実況席の前を通過していきます。ピンクとブラックのカラーリング、ロードスター。そして予選トップポールポジションカーナンバー1番永井選手、なんとかここ差を縮めていきたいところであるが、現在 0.7 秒差変わらず、その後ろさらに 0.5 秒差で赤堀選手、カーナンバー6番イエローとグリーンのデミオンが追いかける。2番1番6番4番5番トップ5は変わらず、レース時間は3分50秒経過。 And we're coming up to just a minute to go here, and this ding dong battle shows no signs of abating. Car number 2 still holds a fragile lead over car number 1. Let's see how we go in the final minute of this race. さあ、トップグループ、松田ストレートを抜けていく。依然佐々木選手、それを永井選手が 0.3 秒で追いかける。差が縮まってきている。さあ、実況席の前を通過。両者18周目、レース時間残り40秒。さあ、藤谷コーナーから松田ストレートに入っていくトップ2台。少し遅れて赤堀選手、3番手のマシンが追いかける。さあ、残りレース時間約30秒。And we're into the last 30 seconds here.さあ、2番手永井選手マシンがフェンスに激突。これで少し差が開いた。佐々木選手少し余裕が出てきた。松田ストレートを抜けて、これからマルトコーナー、 RC マガジンコーナーを抜けていきます。レース時間は残り15秒。 Only 15 seconds to go and car 2 has a little bit of a cushion now. Can he hold this till the end? さあ、決勝は2回にわたって行われますので、ここでの順位も非常に重要になる。さあ、2番手争いもかなりの接近戦。永井選手、赤堀選手、1番6番のタイム差は 0.1 秒というカウント。さあ、レースはここで5分経過。1番8、6番はゴールイン。さあ、佐々木選手は単独で21周目に入った。ウィニングランに入りました。ピンク、ブラックのカラーリング、ロードスター。マガジンコーナー抜けて最終コーナー立ち上がって、マッタチャンピオンシップ決勝へ。メインまず1回目、佐々木拓真選手トップゴール、おめでとう。そして2番手永井選手、赤堀選手、鈴木誠太郎選手、渡辺選手、小家選手、中田選手、小枝選手、大谷選手、鈴木俊太郎選手の順で全車ゴールインです。続いて GT クラス決勝 A メインの選手の方、 GT クラス決勝 A メインの選手の方、ご準備の上配布場までお越しください。さあ、 SC チャンピオンシップポールポジション1番ゼッケン、掛川大会代表、佐々木一世選手。そして2番グリッド、掛川代表、岡崎正也選手。Number 3 from Korea, Kim. さあ、韓国代表キム選手が3番グリッド。そして4番グリッド、愛知大会代表森山ジョージ選手。5番グリッド、宮城大会代表大沢虎彦選手。6番グリッド、関西大会代表浅見健二選手。7番グリッド、北海道大会代表橋本拓也選手。8番グリッド、岡山大会代表森本智弘選手。9番グリッド、山陰大会代表藤田勉選手。そして10番グリッド、関西大会代表山下義文選手。さあ、この10名で争われます ST チャンピオンシップ決勝 A メイン。それではゆっくりとコースインお願いします。Here we go then, the ST class, A main, first running. And we're just waiting for the drivers to take their cars around to the grid on the back straight. さあ、それではお待たせいたしました。ST チャンピオンシップ決勝、A メインスタートとなります。Drivers, on the turn!And we are off in this first running of the A main for the ST class. Looking forward to some really good racing in this one. Let's see how we go. Car number one's already opening up a little bit of a lead there as we go into the first main lap. さあ、序盤ちょっとトップ乱れたか。さあ、2周目のカウント、カーナンバー3番韓国代表キム選手がトップに立っている。Ooh, and there's already a bit going on at the top, and we've got Kim leading us around in the number 3 car, Lightning Start.
さあトップグループ今実況席の前を通過していきます。カーナンバー3番ホワイトとピンクのカラーリング、ボディチョイスは NSX。 その後ろから愛知大会代表カーナンバー4番をつける森山選手が追う展開。こちらも白の NSX。 レース時間は50秒経過です。And about a minute of this session gone and it's all gone big change at the top. Car number 3 leading from car number 4, Kim, our driver from Korea, leads the field. さあ、周回数は5周目に入っています。3番、4番、6番、10番、7番トップ5カウント。依然トップはホワイトとピンクのカラーリング、オレンジ色のウィングをつけた NSX。 韓国代表キム選手がリード。その後ろから森山選手が0コンマ3秒でつけていきます。さあ、トップ2台が今抜け出した形。さあ、マシンは RC マガジンコーナーを抜けて3話ストレートに戻ってまいります。レース時間1分25秒経過。 And we have 1 minute and 25 seconds into this session and the top 2 cars Kim number 3 and number 4 have a little bit of a cushion at the top here, but the gap between them is only 2 tenths last time through. さあ、レース1分40秒経過。依然トップはカーナンバー3番キム選手。さあ、マストストレートを抜けていくホワイトとピンクのカラーリングのマシンとなります。その後ろからコンマ4秒差で、白とブルーの NSX。 4番森山選手がつけていく。3番手は関西大会代表浅見選手、同じく関西大会代表山下選手がその後ろカーナンバー10番となります。さあ、3番手の浅見選手のマシンはメルセデスベンツですね。ホワイトとオレンジ色のカラーリングかな。その後ろオレンジとブラックのカラーリング、カーナンバー10番山下選手。すぐ後ろに岡崎選手もつけていきます。3番4番6番10番2番トップ5カウントで、レース時間は2分20秒経過です。 OK, about 2 minutes and 20 seconds of this session gone and we're nearly up to the halfway point and your leaders are car number 3 from 4, from 6, from 10 and from 2. Kim still leads us around. He's got a gap of about 3 tenths from car number 4. さあ、ここでトップ2台接近してきている。3番4番、さあ今双葉コーナーから藤谷コーナーに立ち上がってまいります。マスターストレート、ホワイトピンクの NSX、 その後ろからブルーとホワイトの NSX が追いかける。キム選手対森山選手、接見番号は3番と4番。さあ、注目のタイム差は0コンマ2秒というカウント。レッドボーで接触、あー、しかもキム選手ボディを巻き込んでいる。さあ、少し荒れた展開になった。さあ、これで順位分からなくなってきている。レース時間は3分まもなく10秒経過です。 And about 3 minutes of this session gone and it's all change at the top. Very dramatic stuff indeed. Let's see how this shakes out. Currently we've got car number 2 looking like he's leading us around. さあ、ここでポジション大きく入れ替わった。カーナンバー2番掛川大会代表岡崎選手が上がってきた。ホワイト、イエロー、ブルーのカラーリング、こちらもボディチョイスは NSX。さあ、岡崎選手は小学生ドライバー、今マツダストレートを通過。その後ろから浅見選手と山下選手が追いかける。2番手浅見選手はホワイトとオレンジのベンツ、その後ろからオレンジとブラックの NSX が山下選手。2番6番10番4番5番トップ5大きく入れ替わって、レース時間は3分50秒経過。 And we've got just almost coming up to a minute of this session to go and car number 2 leads from car 6 from car number 10 international driver Kim P7 at the momentさあ、レース残り1分を切って、トップはカーナンバー2番岡崎選手がキープ。さあ、今3話ストレートを通過、慶応ヘアピンから双葉コーナーを抜けていく。ホワイト、ブルー、そしてイエローのカラーリング入った NSX。 さあ、マツダストレートを抜けて2番手とのタイム差を1秒50として、周回数は18周目。レース時間は残り35秒。 And about 35 seconds of this session left to go. We're really into the closing stages. Gap at the top is about 1.3 seconds. Number 2 looks comfortable. Can he bring it home? さあ、岡崎選手このまま逃げ切るのか。実況席の前、3話ストレートを通過して慶応ヘアピン、双葉コーナー、藤谷コーナーを抜けていく。さあ、2番手のタイム差は1秒71変わらず、しかしその2番手、6番の浅見選手の後ろ、10番山下選手がコンマ8秒でつけていきます。さあ、2回目の決勝に向けて順位が大きなポイントとなってまいります。さあ、ここは2番手を獲得しておきたい山下選手。さあ、レースはここで5分経過となります。さあ、カーナンバー2番岡崎選手、最終コーナーを立ち上がって、ここでトップゴールイン。まずは1回目の決勝、掛川大会代表岡崎選手がトップ、2番手10番山下選手、そして6番浅見選手、森山選手、大沢選手、森本選手、キム選手、藤田選手の順でゴールとなっております。レース終了です。
続いて TRF クラス決勝 A メインの選手の方、 TRF クラス決勝 A メインの選手の方、ご準備の上配布場までお越しください。さあ、それではいよいよお待たせいたしました GT チャンピオンシップ決勝 A 面出走選手1番から登壇となります。拍手を送ってあげてください。 And let's welcome the drivers. Car number one from Singapore, it's Darryl. さあ、シンガポール代表ダリル選手がポールポジション、そして2番グリッド加計田大会代表松浦健太選手、3番グリッド岡山大会代表竹本和彦選手、4番グリッド同じく岡山大会代表小坂充選手、5番グリッド掛川大会代表宮島康介選手、6番グリッド掛川大会代表杉村博之選手、7番グリッド3位大会代表坪井誠二選手、8番グリッド福井大会代表松本龍斗選手、9番グリッド宮城大会代表谷口康介選手、そして10番グリッド北海道大会代表菅原浩樹選手。さあ、この10名5分間を争ってまいります。それではゆっくりとコースインしてください。さあ、この GT チャンピオンシップボディ指定はですね、実車のスーパー GT で活躍しているマシンボディを中心とした指定となっております。GTR、それから NSX もレースタイプのボディスタイルとなっています。さあ、それではお待たせいたしました、 GT チャンピオンシップ決勝 A メイン10台のマシン出揃いました。それではスタートとなります。ドライバーズ on the turn。And we're off and on the way. Let's see if everybody can get through the infield. There's a lot going on here on the infield. Let's see how things shake out as we get through to the end of this lap. さあ、波乱は1周目に来た。慶応試験員のところで複数台が接触。さあ、まず序盤トップに立ったのは掛川大会代表カーナンバー2番の松浦健太選手。さあ、今マスターストレートを抜けて RC マガジンコーナーに向かってくる。ボディはオレンジ、ホワイト、レッドのカラーリング。ボディチョイスは GTR。 2番手カーナンバー4番小坂選手と6番杉村選手が争っている。両者マスターストレートに入っていく。さあ、まずは序盤、レース時間45秒経過。トップは掛川大会代表松浦選手、ゼッケン番号2番のマシンです。 And we've got about 50 seconds of this race gone, and car number 2 is leading from car number 4 and car number 6. Unfortunately, looks like Darryl from Singapore has had to retire.さあ、 GT クラスやはりスピードが上がってきているだけに非常にね、接触それからトラブルはありますけれどもね。そんな中、カーナンバー2番松浦選手が現在ポジションキープ。さあ、藤谷コーナーからマスターストレートに入っていきます。オレンジ、レッド、ホワイトのカラーリング、ボディは GTR。 そして2番手に上がってきたのが同じく掛川大会代表の杉村選手のマシン、蛍光イエロー、オレンジ、ブルーのカラーリング、ボディチョイスは同じく GTR。そしてその後ろから小坂選手、ホワイトとレッドのカラーリング、ベンツが続きます。2番、6番、4番、5番、10番、9番、3番、8番、7番の順で走行中。レースタイムは1分50秒経過となります。 And about 1 minute and 45 seconds into this session, and car number 2 has a pretty healthy lead there of about 1.64 seconds at the moment. さあ、レース時間は2分経過。ゼッケン番号2番が先頭、松浦選手。さあ、今 RC マガジンコーナーを抜けていきます。さあ、オレンジ、レッド、ホワイトのカラーリング GTR。 ここまでは安定した走りを見せている松浦選手。さあ、杉村選手2番手のマシン、ゼッケン番号6番、タイム差2秒で追いかけます。しかし、その後ろ3番手小坂選手がコンマ4秒で追いかける展開。さあ、トップマシンは早くもマルトコーナーからアーチーマガジンコーナーを抜けていく。さあ、周回数は13周目、レース時間は2分40秒経過となっています。 And we're already into the second half of this race, and the leaders are on their 13th laps here. Car number 2, which is the white and orange car, has just come across the line and has a pretty healthy lead here of 2 seconds from car number 6, 4, 5 and then 9.
さあレースタイム間もなく3分になるところ、依然トップはカーナンバー2番の松浦選手。さあ1周目トップに立ってからはポジションを譲っていない。藤谷コーナーから増田ストレートを抜けていきます。オレンジ、レッド、ホワイトの GTR、 そして2番手杉村選手はイエロー、ブルー、ホワイトのカラーリング、同じく GTR、 同時周回15周目。さあトップ2番手のタイム差は2秒、そしてその後ろからカーナンバー4番ホワイトとレッドのベンツ小坂選手が 0.5 秒で杉村選手を追いかけていく。2番、6番、4番、5番、9番トップ5カウントでレース時間は3分30秒経過。 And there's just 90 seconds to go here in this race, and looks like number 2 is taking a casual stroll in the park. 2.3 second lead over car number 6. Looks pretty uncatchable here. さあ先頭2番松浦選手は今マツダストレートを抜けてマルトコーナー、中央 RC マガジンコーナーを抜けていきます。さあこれで周回数19周目、そして1台挟んで2番手杉村選手、カーナンバー6番が2番手藤谷コーナーを抜けていきます。すぐ後ろから3番手小坂選手がぴったりマークしていく。さあレース時間残り1分を切ります。さあ松浦選手このまま逃げ切るか。さあ実況席の前を通過していく。さあこれで21周目に入った。藤谷コーナーを抜けて松田ストレート、レース時間残り30秒。 And it's just 30 seconds to go here. Still no change at the top. Car 2 leads. さあ22周目、藤谷コーナーから松田ストレート、オレンジ、ホワイト、レッドの GTR トップキープ。さあ実況席の前を通過していきます。トップマシン23周目、さあ残り5秒。さあレースはここで5分経過。さあ杉村選手2番手ゴール、小坂選手3番手ゴール、松浦選手はウイニングランに入っている。カーナンバー2番、さあマガジンコーナーを抜けて今最終コーナー立ち上がって、1回目決勝 A メイン、松浦健太選手トップゴールおめでとう。2番、6番、4番、5番、9番、3番、10番、8番、7番の順でゴールインとなっております。予選トップゼッケン番号1番、関西大会代表浅野雄一郎選手、2番グリッド荻原圭選手、そして3番グリッド岡山大会代表上本陽式選手、4番グリッド関西大会代表清家真澄選手、5番グリッド福井大会代表鈴木拓也選手、6番グリッド愛知大会代表永田翔吾選手、7番グリッド長野大会代表遠藤龍太選手、8番グリッド九州大会代表酒井邦和選手、9番グリッド掛川大会代表原野孝之選手、そして10番グリッド山陰大会代表綱島秀文選手。さあ以上10名5分間争ってまいります。それではゆっくりとコースインしてください。よろしくお願いします。 TRF チャンピオンシップ決勝 A メインスタートです。 Drivers on the turn and we are off and underway in this first running of the A main for the TRF class、with the racing trucks. Looks like everybody's just about come through cleanly across the line, and at the moment we're in number order, number 1 from 2 from 3。TRF 系ドライバーかなり接戦状態で1周目2周目を通過していく。さあこの大型のボディをこんだけの車幅で操作できるというのも非常にこの TRF チャンピオンシップならではの光景と言えるでしょう。さあまず序盤トップスタートカーナンバー1番関西大会代表浅野雄一郎選手がリード、イエローブルーのカラーリング、藤谷コーナーから松田ストレートを抜けていく。
その後ろからカーナンバー3番岡山大会代表上本選手、オレンジとブラックのカラーリングのマシンがついていく。そしてすぐ後ろに荻原圭選手、清家選手が続く。1番3番2番4番この4台が現在トップグループ。4台のタイム差は0コンマ8秒の間に通過している。レース時間は1分経過です。And we're already a minute into this first session, and we've got a bit of a breakaway group at the top here. Truck number one from number three, and two and number four, and these are all separated by about a second. It's really close at the top. さあ、まずは序盤、浅野選手トップスタート。ポールシッターがリードしていく。さあ、その後ろから上本、荻原、清家選手がマークしていく。もちろんワンミス出れば一気にポジションが入れ替わる。さあ、トップマシン RC マガジンコーナーから3はストレートに戻ってきます。ルーフイエロー、そしてサイドブルーのカラーリングのマシンです。その後ろからオレンジとブラックのカラーリング、上本選手がここで差を縮めてきているか。タイム差0コンマ5秒というカウント。さらにその後ろ、荻原圭選手も0コンマ3秒、清家選手が0コンマ5秒で続いていきます。4台のマシン、さあレースタイムは間もなく2分になるところ。And we're just coming up to 2 minutes gone of this session and there's still not much change at the topTruck number three, the black and pink truck, is just waiting behind ominously, waiting for a mistake from that number one, and it's getting really close to the infield here. Will he make a move? さあ、ここでトップ2台接近してきた。タイム差は0コンマ2秒というカウント。さあ、RC マガジンコーナーから3はストレートに戻ってくるトップグループ。さあ、浅野選手が依然トップをキープするが、後ろから上本選手、そして荻原圭選手、清家選手のプレッシャーがすごい。さあ、マツダストレートを抜けて RC マガジンコーナーを抜けていくトップグループ。さあ、戻ってきて12周目に突入。レース時間2分40秒経過。まだ残りは長いぞ。 And we've still got over 2 minutes of this session left to go. And looks like those top 3 have just sneaked away a little bit from the pink truck, number 4. The gap at the top is really close. Let's see, it's 6 tenths between those top 3 trucks. Great racing.さあ、まもなく3分になるところ。ポジションは変わらず1番3番2番4番8番9番10番7番5番6番という展開。さあ、トップグループ接近してきている。2番手争いもかなり接近中。上本選手と荻原圭選手、さあここでインから荻原圭選手が上がってきた。さあ、非常に綺麗にインが抜けきた。あっと、トップグループ接触。さあ、トップはしていた浅野選手、ミスが出た。そしてそれに巻き込まれる形、荻原圭選手、その一瞬を見逃さなかった上本選手が先頭に出た。オレンジブラックのカラーリング、カーナンバーは3番。 Oh my goodness, what drama on the track, and truck number 3 has profited from a mistake from number 1. He's got a bit of a lead going there. Can he hold on? There is about a minute and 15 seconds to go. さあ、レース時間3分50秒経過。さあ、トップに立ったのは上本選手、オレンジとブラックのカラーリング、それを追いかけるのが荻原圭選手、ブルーのカラーリング。マツダストレートを抜けて、これからマルトコーナー、 RC マガジンコーナーに差し掛かるインフィールド、実況席の前に戻ってきて、両者18周目、タイム差は0コンマ3秒。 And there's a bit of a pursuit going on the top now. Number one, the Terminator, he's back. And the gap is about 3 tenths at the top there.さあ、レース終盤戦、トップ争いどういった展開を見せるか。上本選手すぐ後ろに荻原圭選手、双葉コーナーから藤谷コーナー、マツダストレートに向かう。さあ、ここでコンマ1秒差まで迫ってきた。インから攻めるか、しかし抜ききれない。レース時間残り30秒切った。あっと、接触。さあ、しかし上本選手はポジションをキープ。荻原圭選手はポジションを落としてしまった。さあ、残り15秒。What drama at the top, and truck number 3 still leads us. Can he hold on? さあ、残り10秒で21周目に入った上本選手、後ろから追いかけるのが坂井邦和選手、鉄拳番号8番、九州大会代表。さあ、レース時間はここで5分経過。 RC マガジンコーナーに向かうトップ2台。さあ、逃げ切るか。最終コーナー立ち上がって、上本選手が逃げ切った。 TR チャンピオンシップ決勝 A 面1回目、トップゴールは岡山大会代表上本洋樹選手、おめでとう。2番手、高井選手、荻原圭選手、綱島選手、鈴木選手、原野選手、江田選手、遠藤選手、浅野選手、清家選手の順で全車ゴールインです。
さあまずは予選トップ1番ゼッケン関西大会代表西本岳選手、2番グリッド東京大会代表服部陽介選手、3番グリッド掛川大会代表戸田光選手、4番グリッド愛知大会代表佐藤栄信選手、5番グリッド掛川大会代表前川直樹選手、6番グリッド関西大会代表石田光選手、7番グリッド東京大会代表中村優月選手、8番グリッド長野大会代表木所浩太選手、9番グリッド掛川大会代表森岡奈々選手。And number 10 from Korea, So. さあ10番グリッドは韓国代表ソー選手出走となります。さあこの10名のジュニアドライバー同じく5分間争ってまいります。さあそれではゆっくりコースにどうぞ。それではお待たせいたしました、ジュニアチャンピオンシップ決勝 A メイン1回目5分間のレーススタートとなります。 Drivers at the turn。 And we are up in this junior class. Remember, these guys and girls are elementary and junior high school age students, up to 14 years. So let's see how they do.ジュニアチャンピオンシップはこれまで開催したクラスの中よりはやはりスピードをちょっと控えめな、ね、形になっていますので、いかにです、ね、こうミスをせずに走り切っていくか、なのでなかなかこう差を縮めるのが難しいですからね、ミスをしないというのがポイントになります。さあまず序盤の展開、トップスタート西本選手、2番グリッド服部選手、3番戸田選手、4番佐藤選手、ポジション通り進行、おっと下にタイヤが取れてしまった。さあ先頭を行くのはイエローとブラックのカラーリングのマシンとなります。さあレース時間は55秒経過となります。トップカーナンバー1番西本選手4周目を走行中です。 And we're already a minute through this session. And at the moment at the top is car number 1 from 2 and 3 and 4 in order. So from Korea, your P8. さあまず序盤レースをメイキングするのはイエローとブラックのカラーリング NSX 西本岳選手、関西大会代表。さあ今 RC マガジンコーナーを抜けて実況席の前を通過していきます。その後ろ同じくイエローのカラーリング NSX はカーナンバー2番の服部選手、そしてその後ろ同じくホワイトイエローブルーのボディは NSX ですね、戸田選手カーナンバー3番がつけます。1番2番3番4番6番7番8番10番9番の順で今走行中。レース時間は1分45秒経過です。And let's take a little look. And number one leads us with a little bit of comfort at the moment. The fluorescent yellow car making its way down the Mazda straight at the back there. It leads from car two, from three, from four in number order. さあ5分間長丁場、まずは前半2分を経過しています。さあトップカーナンバー1番西本選手、今富士屋コーナーを抜けてマスターストレート、2番手追いかけるイエローの NSX 服部選手、ゼッケン番号2番、タイム差は1秒886とカウントされている。その後ろ3番手につけるゼッケン番号3番戸田選手はコンマ6秒差、その後続はぴったりつけていく。あっと3番手グループちょっと接触、これでカーナンバー4番、佐藤栄信選手が3番手に上がってきた。さあトップは変わらずカーナンバー1番の西本選手、ブラックイエロー、そしてウィングがサイドがレッドかなのカラーリング NSX がトップ。これで10周目に入ってレース時間は2分40秒経過です。Already into the second half of this race and the leaders are on their 10th lap. Still car number one leads us around and our representative from Korea, So, has just nipped his way up to 7. さあ、まもなくレースは3分を迎えるところ。さあ、トップスタート。西本選手、ここまではいい走行を見せている。このまま逃げ切れば1回目、ポールトゥーフィニッシュ完全勝利となる。2番手とのタイム差は2秒49、少し離れてきている。さあトップマシンは今実況席の前を通過、そして追いかける2番服部選手、今同じく12周目2秒差、そしてその後ろ佐藤選手戸田選手がコンマ7秒コンマ3秒そしてコンマ4秒で石田選手、4番3番手争い、ここは非常に僅差となっています。
さあレース期間は3分30秒経過、残り1分30秒。トップマシンは藤谷コーナーからマスターストレートに入るところです。 And there is about 90 seconds of this session to go. 90 seconds and car number 1 leads from 2, from 4, from 3. So got your P9. さあレース3分50秒経過、依然トップをキープする西本選手。富士屋コーナーを回ってマスターストレート、皆さんの前を通過していく。ブラックとイエローのカラーリング NSX。 さあ2番手グループは4台が接近戦。さあ2回目の決勝に向けてここの順位取りも非常に重要になります。さあレース時間は4分15秒経過、残り45秒。さあ西本選手逃げ切るか。カーナンバー1番現在コース中央、 RC マガジンコーナーを行きます。さあこれで16周目に入ったトップマシン、残り30秒。 And just 30 seconds to go here. 30 seconds to go. さあトップグループは16周目、2番手争いも非常に僅差のバトルが続いている。さあ残り15秒、これがファイナルラップとなるか。西本選手17周目。さあそして服部選手、石田選手、佐藤選手、戸田選手も17周目に入った。さあレース時間はここで5分が経過。さあいよいよ最後のコーナーを抜けてカーナンバー1番西本選手が決勝へ面1回目トップゴールイン。素晴らしい走り、ポールトゥーフィニッシュ完全勝利。2番手に服部選手、3番手に石田選手、佐藤選手、戸田選手、中村選手、そして木所選手、森岡選手、総選手の順でレース終了となります。山内裕二選手、そして2番グリッド、俊尾秀明選手、そして3番グリッド、早川洋平選手、4番グリッド、西野正則選手、そして5番グリッド、米村正幸選手。さあ以下、追記選手、北井選手、脇坂選手、奥山選手、安藤選手、北岡選手、宮川選手、渡辺選手、森田選手、川村選手、山口選手、松尾選手、岩井選手、西岡選手、平尾岩選手出走となります。何やら操縦台の上こう盛り上がってるなっていう雰囲気見えると思うんですけれども、すごいですね。これはなぜかというとですね、先ほどちょっと紹介しましたけれども、ナミクラマスターズというのはですね、今年1年いろんな大会に出た方が出てこれる大会ですね。つまりいろんな大会に皆さん遠征したりしてですね、顔見知りというか、もうなんかいつもいるなあいつみたいな、軽い同窓会というかオフ会というかね。なるほど、それでこの和気あいあいとした雰囲気。そして先ほどまで選手10人ぐらいだったと思うんですが、今回違いますね。いやいや、あのタミヤさん、ちょっといっぱいで走るとちょっとこうドラマティックな展開が生まれるんじゃないかというところですね。まあそういったところもご理解いただいているあのクラスではないかというね、ちょっとこちらの勝手な妄想もあるのかもしれませんけども、まあ、あのもちろん真剣勝負なのでレースなんですけれども、この辺もね、あの見せるレースというところもタミグラマスターズの方は分かっていただいているのかなというふうには思いますね。そしてタミグラマスターズクラスはですね、今回マシン2つね、2種類のレースで行われる。まずは、この F1 タイプ、ね、フォーミュラマシンですから、マスターズの方はいろんなレースにも出ているので、いろんな車を持っているであろうというね、またこちらタミヤさんの勝手な妄想でですね、 F1 ともう1個持ってこいよというね。しかもあのボディもちょっと単色とかじゃなくて F1 っぽい色で塗ってねとか、いろいろこうこちらからご注文があるクラス、それに皆さん答えてきてくれるという男気。いやでもきっとあのタミヤ愛を抱いてくださってる皆さんだと思いますので、と信じたい。はい、いやもう20台並ぶと圧巻ですね。もう操縦台で当たり前やないか。あ、本当ですか。嬉しいお言葉ありがとうございます。タミヤ愛もあるし、結構お金も使ったぞっていう、もうちょっとプレス圧を感じます。その大人の事情はちょっとありがとうございます。さあ壮観ですね、20台。はい、
コースマーシャル、5番の選手の方、ちょっとスタートの時だけ手前に来てもらっていいですか。5番の方、8番と5番の方、少し手前に。そうですね、すいません。スタートしたら戻ってください、ね、さあ、スターティングコール、こちらタミグラマスターは私がやらせていただきますので、よろしくお願いします。それでは TR フォーミュラクラス決勝 A 面スタート、ドライバーオンザトーン。なかなか最後尾のマシンが戻ってくるまでにすごく時間がありますね。20代ですからね。さあ、タミグラマスターズクラスはちょっと石井さんもね、こう、はい、今日絡めながら行こうかな。よろしくお願いします。どうですか、もうコース中 F1 だらけという方。すごいですねこれまず序盤はいいんですけど、この後多分周回遅れが出てきたりするといろんな、波乱の展開が起こりうるというところになりますけどね。でもこう同じマシンなのにこう LED ライトもついてるついてないとか、カラーリングで全然印象変わりますね。もう本当にね、レースタミヤグランプリを楽しんでる方々なので、速さだけじゃなくてボディも見せたいっていう方も結構多いんですね。さあ、しかし序盤からちょっとトップ争い接戦になってますよ、はい、さあ、カーナンバー1番と3番でしょうかね、山内選手と早川選手が今激しいトップ争い、5周目 0.3 秒差というカウントになっています。さあ、先頭はレイトンカラーですかね、ブルーのカラーリング、山内選手。その後ろから早川選手はホワイトとレッドのカラーリングですね。フェラーリのロゴ入ってますでしょうかね。さあ、今富士屋コーナーを抜けてマツダストレートで、3番手につけるのが俊夫選手、ゴールド、しかも LED ライトを使っているの見えます。はい、かっこいいですね。俊夫選手が3番手、その後ろから北井選手、北井優也選手、カーナンバー7番、赤のマシンがね、つけていきます。さあ、レース時間は1分30秒となります。トップ集団が今周回差をつけて今、そうですね、もう早くきましたね。ね、周回遅れをパスしていきましたね、はい、さあ、トップマシン今富士屋コーナーからマスターストレート、レイトンブルーのマシン、トップスタートの山内選手がキープ。しかし早川選手もその後ろぴったりマークしてますからね、 0.2 秒差となっています。油断できないですね。やっぱり後ろからこうぴったりつけられるプレッシャーもあるんでね、ちょっとそこに気を取られるとラインを外れて接触したりとかね、転倒ということにもつながりますのでね、非常にこの接戦バトルは目が離せない展開となります。さあ、レース時間は2分20秒経過です。さあ、現在トップ51番、3番、7番、2番、6番というカウントです。トップはカーナンバー1番山内選手変わらず。さあ、そして追いかける早川選手、コンマ4秒差というカウントです。さあ、今トップは帝王ヘアピンから双葉コーナーコース中央折り返していきます。さあ、今1番と2番のタイム差 0.4 秒変わりませんね。そうですね、この差が開かない、縮まらないっていうのはすごい緊張が続きますね。さあ、藤谷コーナーを回っていくレイトンブルー、カーナンバー1番山内選手、そして1台周回遅れを挟んで早川選手。さあ、タイヤが1台取れているか。さあ、実況席の前を通過していくトップグループ。さあ、再び直接バトルとなる1番3番、そしてその後ろからカーナンバー7番の北井優也選手が上がってきている。さあ、レース時間は3分25秒経過です。3分40秒経過、すごい長いデッドヒートですね。そうですね、このトップ2台がずっと落ち着いて走れてるのがすごいなって思ってます。かなり20台いますので、周回遅れもところどころパスしていかなきゃいけないところね、非常に落ち着いてます。まあ、もう皆さんもちろん分かってるんでラインも譲ってくれたりもしてますけれどもね。さあ、1番3番タイム差は 0.4 秒変わらず、今マスターストレートを抜けていくレイトンブルー、カーナンバー1番がトップです。レース時間残り50秒となりました。さあ、タイム差は 0.4 秒変わらず、1番と3番山内早川両選手。さあ、優勝をもぎ取るのはどっちのマシンだ。残り30秒。さあ、慶応ヘアピンを抜けて双葉コーナー、
今の周回タイム差は0コンマ3秒。さあやや接近してきているか。残り20秒。さあこれが最後のラップとなるか。0コンマ1秒差。さあ先頭1番その後ろ3番ぴったりマーク松田ストレート。残り5秒。あっとフェンスに激突。さあここで5分経過。逃げ切ったカーナンバー1番山内選手ポール2フィニッシュ完全勝利でピアレフォーミュラクラスを制しました。おめでとう。おめでとうございます。早川選手は最後0コンマ3秒差。そして北井選手、追記選手、栃尾選手、西野選手、脇坂選手、宮川選手の順でゴール。さあここでレース終了となっております。いや落ち着いた走りでしたね。すごいですね、集中。最後仕掛けてくるかなと思ったんですが、ただあの F1 っていうのはあのタイヤが出ているので、はい、あんまり攻めすぎて接触すると両お互いこうバランス崩したりね、弾かれるので非常にやっぱここは慎重にいかなきゃいけないクラスでもあるんですね。だから普通は20代とかやらないですけど、ね、なるほど。F1 はね。さあそれではマツダチャンピオンシップ決勝 B 面の選手フォーススインは OK となります。さあ先ほど決勝 A メイン上位10名の選手で、マツダチャンピオンシップ争われてまいりましたが、こちらですね、予選順位11番手から26番手までの参加選手となってまいります。神奈川ゼッケン1番から四国大会代表の、それからですね、コースマーシャル恐れ入りますがコミカルグラスホッパーの決勝 A メインの選手がコースマーシャルとなりますのでご協力よろしくお願いをいたします。コミカルグラスホッパーの決勝 A メインの選手先ほど、F1 で頑張っていただきましたが、コースマーシャルとなりますので、操縦台後ろでリブスを受け取っていただき、マーシャルお願いいたします。さあ改めてマツダチャンピオンシップ決勝 B メインはポールポジション四国大会代表の倉井選手、2番グリッドから田中義和選手東京大会代表、それから3番グリッド香港代表の、デイブ選手、それから4番グリッドが九州大会代表井出選手、5番グリッドが四国大会代表の近井選手、高山選手、江本選手、大谷選手、相原選手、五味選手、松井選手、小林選手、松田文信選手、平野選手、USA 代表のウェンドラ選手、樋口選手の全16台でまずはマツダチャンピオンシップ決勝 B 面が争われてまいります。期待しちゃった自分。こちらのボディはマツダのロードスターもしくはマツダのデミオ限定の、レースとなってまいります。 Okay, we're just about ready to start. DriversAt the tone. Okay, and here we go then. Second time lucky on this race, and we have the master class, B main, a full field, 16 cars. Let's see how things shake out as the race settles down. So, スタート。マツダチャンピオンシップ決勝 B メインスタート。まずはトップマシンはカーナバゼケン1番グライ選手、こちらはブルーにイエローのカラーリングのマツダロードスター、追いかけるのはイエローのカラーリングカーナバゼケン2番東京大会代表の田中選手、こちらはおっとピンクのカラーリングとライトグリーンのカラーリングですね。さあ1番2番3番6番9番トップ510番8番14番12番11番5番4番7番15番13番16番という展開。さあ大時計の方はまもなく1分が近づいてまいります。 And we're about 55 seconds into this B main session. And car number 1, car number 2 and Dave from Hong Kong in car number 3. These three are just edging away from the rest of the field. Dave, the gap's about 9 tenths to the car in front. Wendra from the USA is in P11. さあ時間の方は1分15秒が近づいてくる。トップマシンは変わってゼッケン2番の田中選手、ピンク、ライトグリーンのカラーリング、バックストレート、マツダストレートを通過。さあ追いかけるゼッケン1番ブルーイエローのカラーリングのクライ選手 0.3 秒差、ここは食らいついていく。3番手にはホワイトにレッドのカラーリングのマツダロードスター、こちら香港代表のデイブ選手、カーナバーゼッケンは3番。さあここは 0.5 秒差という展開。
2番、1番、3番、6番、9番トップ5、8番、10番と続いてレースは進行していく。時間の方はまもなく1分45秒が経過です。 And we're about 1 minute and 45 seconds into this session and car number 2 leads at the top from car number 1 at the moment. Dave is really hanging on tightly there in number 3 car. These 3 lead us around. さあ時間はここで2分が経過。さあトップマシーンゼッケン2番の田中選手にカーナバゼッケン1番クライ選手が近づいていく。さあバックストレートはデッドヒート。さあピンクのカラーリングライトグリーン、こちらがトップカーナバゼッケン2番の田中選手。追いかけていくブルーグリーンのカラーリングカーナバゼッケン1番 0.2秒差でクライ選手がついていく。その後ろには香港代表デイブ選手カーナバゼッケン3番。さあここまでは約1秒差というところ、この3台がトップグループを形成。時間の方は2分30秒経過。 And 2 minutes and 30 seconds into this session, it's getting really cut and thrust at the top. The pink number 2 car is desperately fending off the number 1 and you've got Dave hanging on at the back there, just waiting for a mistake to happen. さあここはうまくライン取りを取っているカーナバゼッケン2番、あっとここでトップ次第選手、さあゼッケン1番のクライ選手ちょっと待ちました、ありがとうございます、フェアプレイ。さあ2番1番3番という展開でレースが進行していくが、さあおっと1番2番3番という展開で進んでいくが、さあウォールに激突、ゼッケン2番の田中選手少しトップから離されてしまったか、後ろにはカーナバゼッケン3番のチャック・テイル選手が控えている。その差は 0.2秒差、時間は3分15秒経過です。And we're 3 minutes and nearly 20 seconds into this session. And it's all going a bit at the top. We've got car number 3 following car number 2, Dave. And leading us around is car number 1 with about a 1.1 second lead now. Looks comfortable. さあ、時間の方は3分30秒が経過。トップマシーン、ブルー、イエローのカラーリング。クライ選手、四国大会代表。さあ、トップマシーンとしてレースを引っ張っていく。2番手ゼッケン2番の田中選手 1.4 秒差と少し離されて、その後ろにはデイブ選手カーナバゼッケン3番 0.7秒差、その後ろにはレッゼッケン6番の高山選手、9番の相原選手と続いてここまでがトップ5。おっと9番の相原選手が4番手浮上。時間はここで4分が経過。 And 4 minutes of this session are gone and car number 1 still leading the top, but they're slowly reeling him in. Car number 2 and car number 3, can they influence the final result of this race?さあ時間の方は残り45秒、トップマシーンゼッケン1番のクライ選手このまま逃げ切っていけるか。さあクライ選手はコントロールラインを通過、慶応プロポカーナー、それから双葉コーナーと抜けていく。2番手田中選手は 1秒差、 0.3 秒差でデイブ選手が追いかける。1番2番3番がトップ3。 And about 30 seconds of this session left to go, still car 1 from car 2 from car number 3 about 1.2 seconds covers those top 3。さあ残り時間はあと15秒、トップグループは現在マツダストレート、ブルーイエローのカラーリング、ゼッケン1番のクライ選手このまま逃げ切れるか。残り時間は10秒切った、残り時間はわずか、時間はここで5分が経過。トップグループはマツダストレートを抜けていく。さあトップはゼッケン1番のクライ選手、最終コーナーを立ち上がって、ここで決勝ビメインマツダチャンピオンシップ優勝おめでとうございます。2番手ゴールはゼッケン2番の田中選手、3番手は香港代表カーナバゼッケンデイブ選手となります。1番2番3番となってレース終了です。お疲れ様でした。続いて GT クラス決勝 B メインの選手の方、 GT クラス決勝 B メインの選手の方、配布場までお越しください。さあそれではここから ST チャンピオンシップ決勝 B メインとなります。ポールポジションは長野大会代表の関口選手、あ2番グリッドが北海道代表の梅田選手、3番グリッド東京大会代表の小野田選手、4番グリッド掛川大会代表湯本選手、5番グリッド東京大会代表柴崎選手、鈴木選手、花田選手、森選手、山下選手、箱田選手、村山選手、マックス選手、井上選手、山田選手となります。
それではこれより ST チャンピオンシップ決勝 B メイン5分間のレーススタートです。ドライバーズ at the turn。And we are off and underway in this B main for the very competitive ST class. We've got 14 cars competing for this one. And joining us from the States, the number 12 car, we have Max. さあ、まずは ST チャンピオンシップ決勝 B メインがスタート。こちらは昨日からの予選の順位11番手から24番手までの選手となります。さあまずはカーナバゼ県1番、こちらはホワイトにピンクのライン、ブラックのウィング、 NSX 関口選手がトップ。そのすぐ後ろには北海道大会代表の梅田選手、こちらはイエローにグリーンのカラーのこちらもニュー NSX。 その差はわずか 0.2 秒差でマシン全車、おっと梅田選手が転倒してしまった。さあこれで後続に巻き込まれてしまう。さあトップマシンはゼッケン1番の関口選手変わらず。さあ時間は1分間もなく10秒となります。 And we're about a minute and 10 seconds into this first session. There's been a few thrills and spills at the front, but car number 1 has come out of it with a 1.3 second lead from car number 5 and car number 4. They're having a bit of a tussle at the back of the straight there.さあ突破し、長野大会代表カーナバゼ県1番関口選手、現在のところトップを走行中。マツダストレートを通過して、まもなくインフィールド RC マガジンコーナーに入っていく。ホワイトのベースにピンクのライン、ブラックのウィング、 NSX。 2番手にはゼッケン2番の梅田選手が復活、しかしその差は 2.7 秒差。3番手にはゼッケン8番森選手、ホワイトピンクのカラーリング、こちらは 0.7 秒差。ゼッケン3番の小野田選手は 0.1 秒差で前の8番の森選手を追いかける。時間は間もなく2分となります。 And we're coming up to 2 minutes through this session and that little coming together before had a bit of a big effect. Car number 1 now leading from car number 2. Max picking his way through the field to P8. さあ時間の方は2分15秒。トップマシンは現在マスターストレート中央に向かう。ホワイトピンクのラインブラックのウィングの NSX 関口選手。さあここは軽快に走行してコントロールラインを通過していく。さあ2番手ゼッケン2番の梅田選手、ここは 2.8 秒差つかず離れずというところ。その後ろにはホワイトピンクのカラーリングの森選手、その後ろ小野田選手が 0.2 秒差で前の森選手を追いかけていく。1番2番8番3番6番トップ5。時間は間もなく2分45秒が経過です。And we're already into the second half of this race and car number 1 going down the back Mazda straight and into the infield complex. The white and pink car has a really healthy lead of 3.2 seconds from car number 2 and car number 8 Max from the States is in P10. さあ時間はここで3分が経過。残る時間はあと2分。トップマシン関口選手、このまま逃げ切れるか。さあ梅田選手、もうここから再度再接近していけるか。梅田選手のマシンは現在本部前を通過、イエローグリーンのカラーリーのニュー NSX。 トップとの差は 3.8 秒とちょっと離れてしまったか。さあ1番2番8番がトップ3、3番11番6番7番5番12番9番とここまでがトップ10となる。時間の方はここで3分30秒経過です。 And there are just 90 seconds left in this thrilling B main race. Car number 1 that has a 5 second lead. Give that man a medal.Number 2, number 8, number 3 and number 11, Max from the States is up to P9. さあ、トップマシンは現在、藤谷コーナー。さあ、バックストレート、マツダストレートを通過している。さあ、関口選手、ここまでは順調なレース運び。さあ、B メイン完全優勝を目指していけるか。現在、双葉コーナーをクリアして、まもなくバックストレートを抜けていく。時間はここで4分が経過。And there's just a minute left to go in this session. The lead still remains at 5 seconds. It's really comfortable for the number 1 car at the top from car 2 and from car 8. Max is in P9 from the States. さあ、時間の方は残り45秒。トップマシン、ゼッケン1番、関口選手、完全優勝に向けてレースを進めていく。1番2番8番トップ33番7番6番と続いていく。時間は残り30秒となってくる。 And there are only 30 seconds left in this heat. Only 30 seconds to go here. Can anybody get close to car number 1? さあ残り時間はあと20秒。トップマシンはコントロールラインを通過、双葉コーナーに入っていく。カーナバゼ県1番関口選手、バックストレートマックスターストレートを通過していく。
時間の方は残り10秒 Only 10 seconds to go here in this heat。 さあ残り5秒で関口選手はもう一周入っていった。時間はここで5分が経過。チェッカーフラッグが振られていく。さあトップマシン、カーナバルゼッケン1番関口選手、 RC マガジンコーナーから最終コーナー立ち上がって決勝2名優勝おめでとうございます。さあ2番グリッドは、2番手は梅田選手、森選手と続いて全車ゴールインでした。お疲れ様でした。続いて TRF クラス決勝 B メインの選手の方、 TRF クラス決勝 B メインの選手の方、ご準備の上配布場までお越しください。So calling the TRF B main, they've already been called。それでは GT チャンピオンシップ決勝 B メインは5分間のレースとなります。ポールポジションは関西大会、関西大会代表小川選手、2番グリッド東京大会代表根岸選手、3番グリッド関西大会代表の高田選手、4番グリッド岩田大会代表の鴨澤選手、それから5番グリッドが USA 代表のマット選手、浦野選手、片岡選手、藤田選手、今村選手、須田選手、虫川選手、川西選手、内藤選手、中里選手となります。さあそれではこれより GT チャンピオンシップ決勝 B メイン予選順位11番手から24番手までの選手のレースとなってまいります。ドライバーズ at the turn、Alright, here we are off and underway for the B main then of this GT class, and a big field here of 14 cars contesting this race. さあまずは2周目を打てトップを走行するのは神奈川ゼッケン関西大会代表ゼッケン1番の小川選手。こちらホワイトにブルーイエローのカラーリングのマシン、マシンはモチュールオーテック GTR。 現在双葉コーナーからバックストレート、マツダストレートを通過していく。2番手にはホワイトレッドのカラーリング、ゼッケン4番の鴨澤選手、岩手大会代表、3番手はゼッケン6番の浦野選手、愛知大会代表と続いていく。1番、4番、6番、5番、3番がトップ5、2番、6番、2番、8番、11番と続いていく。時間はここで1分が経過。 And a minute gone of this session already, one minute has gone, and car number one leads from 4, from 6, and Matt from the USA is up to 4th spot here。さあ本日 USA 代表のマーク選手、現在4番手を走行、カーナンバーゼッケンは5番。さあしかしトップマシンは関西大会代表のゼッケン1番小川選手。現在藤谷コーナーからマツダストレートを通過していく。ホワイト、ブルー、イエローのカラーリング、ウィングはブラック。1番、4番、6番がトップ3、5番、3番、2番、8番、11番、13番、12番とここまでがトップ10。時間は1分30秒経過。 90 seconds of this session gone, and Matt is slicing his way up through the field up to position number 3, and on the backOf car number 4. Number 1 leads us around at the moment with a lead of 1.7 seconds. さあ、USA 代表のマーク選手、カーナバゼケン5番が、おっと、2番手とちょっと接触、転倒してしまった。さあ、時間の方は間もなく2分が近づいてくる。And we're coming up to 2 minutes of this session gone now. 2 minutes gone.さあ現在トップマシンは関西大会代表ゼッケン1番の小川選手、順調に周回数をクリアしていく。2番手ゼッケン4番の鴨澤選手は 3.1 秒差、3番手にはカーナバゼッケン6番の浦野選手が上がってくる。浦野選手のマシンはホワイト、イエロー、ブルーのカラーリングのマシン、前を走るホワイト、レッドのカラーリング、鴨澤選手の差は 0.4 秒差というところ。
2番手争いが激しくなってくる。この周回では 2.6 秒差、時間は2分30秒が経過。 And we are halfway through the session. 2 minutes and 30 seconds gone. Car number 1 has a lead in excess of 3 seconds last time through from car 4 and car 6, Matten P8. さあ時間の方は2分45秒が経過。ゼッケン1番の小川選手、4番の鎌澤選手、ここは 3.3 秒差というところ、 0.6 秒、4秒差でゼッケン6番の浦野選手が2番手、ゼッケン4番の鎌澤選手を追いかけていく。1番、4番、6番トップ3、8番、2番、11番、5番という展開。時間はここで3分が経過。 And 3 minutes into this session, there are 2 minutes left to go. 3 minutes gone and car number 1 leads from car 4, from car 6, from car 8 and 2. さあ突破陣、カーナバゼケン1番 KO プロモコーナーから双葉コーナー、まもなくバックストレート、バスタストレートに入っていく。ホワイトブルーイエローのカラリのマシン小川選手。さあ2番手鴨沢選手以下を少しずつ離して、現在3秒差、1番4番6番トップ3変わらず、時間は3分30秒経過。 And there are 90 seconds left to go in this session. 3 minutes and 30 seconds gone. Car number 1 still has a 3 second lead from car 4 and car 6. International interest Matt is working his way up again. P6. さあ突破シーン、カーナバゼケン1番の、おっと小川選手バックマーカーとちょっと接触、しかしすぐに復帰。現在ところインフィールドから RC マガニンコーナー最終コーナー立ち上がる。イエローのカラーリング、イエローとホワイトブルーのカラーリングのカーナバゼケン1番小川選手、完全優勝に向けて現在マクスタストレートを疾走中。時間は4分を経過、残り1分。 And there's just a minute left to go in this session. Can anybody do anything about car number 1? The gap was down to 1.3 seconds now. さあ時間は残り45秒。1番4番6番トップ3変わらず、8番2番5番11番12番14番9番という展開。トップマシンはコントロールラインを通過。ゼッケン1番の小川選手、完全優勝に向けて残りは30秒。 And there's just 30 seconds left to go in this session. Just 30 seconds left to go now. さあ残り時間はあと25秒となってくる。ゼッケン1番の小川選手はコントロールラインをすでに通過、まもなくマツダストレートに抜けていく。 Just 15 seconds to go on the track now. 15.さあ残り時間はあと10秒。ここでラストラップに入っていくゼッケン1番の小川選手。2番手鴨沢選手が先頭。時間はここで5分が経過。 RC マガジンコーナーから最終コーナー立ち上がって、決勝 B メイン、B メインはゼッケン1番の小川選手優勝、おめでとうございます。2番手ゴールはゼッケン4番の鴨沢選手。さあ3番手以下はマット選手が3番手に上がってきて、6番8番、2番、11番、9番、14番、12番とゴールして全車ゴールインとなります。お疲れ様でした。 Great racing. Matt ended up in position number 3 there. 続いてジュニアクラス決勝 B メインの選手の方、ジュニアクラス決勝 B メインの選手の方、ご準備の上配布場までお越しください。さあ TRF チャンピオンシップ決勝 B メインは昨日からの予選順位11番手から22番手までの選手となります。しかし今日は九州大会から県が東京、岡山、愛知、宮城、福井、岩手、北海道からですね参加していただいております。まずはポールポジションは九州大会代表の早川選手、2番グリッドが掛川大会代表杉浦選手、3番グリッドが東京大会代表今井選手、4番グリッド掛川大会代表松永選手、5番グリッド岡山大会代表篠原選手、彦坂選手、工藤選手、極め選手、高橋選手、志上選手、小林選手、中村選手となります。それではこれより TRF チャンピオンシップ決勝 B メイン5分間のレーススタートとなります。ドライバーズ at the turn。And we are off and underway in this B main for the TRF class. And they're racing around these racing trucks now. Let's hope for some really exciting battles over the 5 minutes ahead. さあ、レーシングトラック TRF チャンピオンシップが決勝 B メインがスタート。まずはトップグループは現在マツダストレートを通過中。カーナバゼケン1番の早川選手、イエローにホワイトのカラーリングのマシン。
さあ2番手にはそのすぐ後ろゼッケン2番の杉浦選手、こちらはホワイトにレッドのカラーリングのマシン、その差は 0.2 秒差というところ。3番手にはピンクのカラーリングゼッケン3番の今井選手、ここは 0.8 秒差で追いかけていく。1番2番3番4番7番ここまでがトップ5、9番8番5番6番10番12番11番と続いて、時間はここで1分が経過です。 And with a minute gone it's really cut and thrust up at the top. And let's have a look, number 1 has just taken back the lead from number 2. It's really close here, positions changing hands almost every cornerさあトップ2台が激しくバトル、前を走るのはカーナバゼッケン2番の杉浦選手、しかしすぐ後ろにはテールズの状態でゼッケン1番の早川選手、あっとここで接触。さあ早川選手ちょっとマシンが回転してしまった。さあトップゼッケン2番の杉浦選手、第1コーナーから双葉コーナーに入っていく。ホワイトレッドのカラーリングのマシンがトップ、2番手にはゼッケン1番の早川選手を追いかけていく、その差は 1.6 秒差。3番手にはゼッケン7番の工藤選手、 0.5 秒差というところ。時間はここで1分45秒が経過です。 And that was a blistering first minute and a half or so of racing with trucks number 1 and 2 wheel to wheel. Now truck number 1 made a small mistake and is 1.6 seconds back. Truck number 2 leads us around. さあトップマシンの杉浦選手は双葉コーナー、まもなくバックストレートのマッタストレートに入っていく。2番手ゼッケン1番の早川選手、間に1台マシンを挟んで、その差は 1.6 秒差。しかしじわじわとトップマシンの杉浦選手に近づいていく。さあこの周回数では 1.1 秒差と 0.5 秒縮めてくる。2番1番7番トップ3、3番5番9番と続いていて、時間は2分20秒が経過です。 And we're nearly halfway through this race and truck number 1 is on the charge. Let's have a look, the gap is down to 9 tenths at the top now and you can see them just coming through here、through the infield and onto the Mazda straight. Number 1 is hot on the heels of truck number 2. さあトップマシンゼッケン1番のゼッケン2番の杉浦選手、コントロールラインを通過していく。2番手ゼッケン1番の早川選手がじわりと近づいて 0.6 秒差まで巻き上げてきた。その後はゼッケン7番の工藤選手、 2.4 秒差というところ。2番1番7番トップ3、時間の方はまもなく3分が近づいてまいります。 And we are coming up to 2 minutes of this session to go and look at this number 1 is all over the back of number 2. Can he find a way through?さあトップグループは現在最終コーナーを立ち上がっていく。まずは前を走るのは神田バズケ2番、ホワイトにレッドのカラーリング。さあここでバックマーカーが避けてくれました。さあここでラインがクロス、しかしトップは守っている神田バズケ2番の杉浦選手、しかし早川選手も負けていない。時間はまもなく3分30秒。 And just 90 seconds left to go and number 1 has reeled in number 2 like a tasty fish and here they go down the back straight. Can he find a way by?さあ2番1番7番トップ3、さあトップグループは現在 KO プロップコーナー、双葉コーナーに抜ける、藤谷コーナーも近づいてくる。時間の方は3分45秒が経過。 And we have just over a minute to go and this is fantastic entertainment from these two as they go wheel to wheel around the course time and again, car number 1 chasing number 2. さあトップ2台の激しいデッドヒート、2番1番ここはその差 0.3 秒差のバトル。ホワイト、レッドのカラーリングのマシンがトップマシン、ゼッケン2番の杉浦選手、しかしすぐ後ろ、イエローにホワイトのカラーリング、ゼッケン1番の早川選手が猛追。さあここもなかなか抜きどころが難しい。時間の方は残り45秒。 And just 45 seconds to go. It's looking like he might not be able to find a way through but he's searching for the answer valiantly. さあ時間の方は残り30秒切っている。トップグループは双葉コーナー、藤谷コーナーに入って、まもなくマツダストレートに入るトップグループ2番1番の順、時間は残り25秒。 And just 25 seconds to go. さあ2番1番接触しまった。時間の方は残り15秒。トップマシン2番の杉浦選手逃げていく。時間の方は残り10秒となってくる。さあこれはトップグループはもう一周入っていけるか、残り時間はあと5秒。さあ時間はここで5分が経過。トップマシンはマツダストレートを通過中、ホワイトレッドのカラーリング、ゼッケン2番の杉浦選手、間1台挟んでゼッケン1番の早川選手が追いかけてくるが、トップマシン最終コーナー立ち上がって、ゼッケン2番杉浦選手決勝2名優勝おめでとうございます。2番手ゴールはゼッケン1番の早川選手、7番5番4番とゴールして全車ゴールインとさせていただきます。
続いてコミカルグラスホッパー決勝 A メインの選手の方、コミカルグラスホッパークラス決勝 A メインの選手の方、ご準備の上配布場までお越しください。さあ、ここから始まるジュニアチャンピオンシップ決勝 B 面は予選順位11番手から23番手までの選手となります。こちらも全国各地、福井、愛知、山陰、宮城、北海道、九州、岡山、岩手から参加していただいております。カーナマゼケン1ポールポジション掛川大会代表宮島圭介選手、2番グリッド福井大会代表の松本和樹選手、3番グリッドが愛知大会代表中村選手、4番グリッドが山陰大会代表の八木選手、5番グリッドが福井大会代表の吉本選手、福田選手、高島選手、五十嵐選手、中井選手、八木選手、石井選手、山下選手、小山選手の全13体となります。それではジュニアチャンピオンシップ決勝 B メイン5分間のレース、これよりスタートです。 Drivers at the turn。 Here come our junior drivers for their 5 minutes on the track of this B main final, and let's see how they take to this racing format。さあ、決勝 B メインジュニアチャンピオンシップがスタート。さあ、上位陣は混戦模様。まずはトップを取っているのはゼッケン2番の松本選手、福井大会代表、オレンジホワイトのカラーリの NSX。 2番手には掛川大会代表の宮島選手、こちらホワイトのブルーのカラーリング。おっと、3番手以下がちょっと転倒してしまったか。さあ、ゼッケン2番の松本選手、ゼッケン1番の宮島選手と、ここは 0.4 秒差というところでアイバトルが繰り広げられていく。まもなく時間の方は1分が近づいてまいります。 And we're coming up to a minute gone of this B main, and car number 2 leads from car number 1, and these two are edging away from the rest of the field. The gap between them is very close, you can see. It was 6 tenths last time round, but this time just 1 tenth. さあ、時間の方は1分15秒が経過。現在ゼッケン2番の松本選手が依然トップを守っていく。おっと、ちょっとバックストレートエンドのところで転倒が入ったか。さあ、現在イエロー、オレンジ、ホワイトのカラリの NSX、 カーナバゼッケン2番の松本選手がトップ。2番手にはゼッケン1番の宮島選手、それからゼッケン4番の八木選手が、ここがバトルを繰り広げる。その差は 0.2 秒差。4番手にはゼッケン5番の吉本選手、こちらは 2.0 秒差で前のゼッケン4番の八木選手を追いかけていく。2番、1番、4番トップ3、5番、10番と続いていく。時間の方は1分50秒経過です。 And we're nearly 2 minutes through this session, and this is really impressive stuff from the orange and white car number 2, which comes into the infield now, has a lead of at least 2 seconds at the moment from the driver from Fukui。 さあ、トップマシンの松本選手は現在双葉コーナー、まもなく藤谷コーナーからマスターストレートに入っていく。ホワイト、オレンジのカラリの NSX、 そこから 2.2 秒差。ホワイト、ブルーのカラリのマシンはゼッケン1番の宮島選手、現在2番手走行。3番手はこちらもホワイトにウィングはブルー、マシンはマツダ、あ、ごめんなさい、スバルの BRZ アランディスポーツ。さあ、こちら八木カート選手 1.2 秒差というところ。時間は2分30秒すでに経過しているところ。And we're into the second half of this race. It's a really smooth drive from car number 2, who comes across the line and into the 10th lap of his race, leading from car number 1 by 1.8 seconds now. The gap is closing. さあ、時間の方はまもなく3分が近づいてくる。2番、1番、4番トップ3。さあ、ゼッケン10番の八木選手が4番手に浮上。ここは八木兄弟が3番、4番を占めている。さあ、2番、1番、4番、10番、5番、7番、6番という展開。さあ、時間の方はまもなく3分15秒。And we are into the last 2 minutes of this race now. Car 2 from 1, from 4, from 10, from 5. Car number 2 has led since basically the start of this race. さあ、トップマシン、バックマーカーにちょっと接触してしまった。しかし、ここはなんとか踏ん張ってトップを守っているが、さあ、インから差していくのはゼッケン1番の宮島選手。さあ、トップマシンはバックストレート。
さあ1番2番という展開でレースが進行していく。さあ3分45秒が経過。トップマシンは現在バックストレート、ホワイトオレンジのカラーリーのゼッケン2番の松本選手がトップ。 And coming up to a minute to go, and looks like there was quite a bit of traffic trouble over the last couple of laps. Car number 2 now leads from car number 4. Whoa, car number 2 just had a big hit there. さあトップマシン、ゼッケン2番の松本選手が転倒。さあこれで順位の方が変わってくる。時間の方は45秒になってくる。残り45秒。 And just 45 seconds left to go. Looks like that hit on car number 2 may have resulted in a change through all the let's see. Yes, car number 4 now leads. さあ順位の方は4番1番2番トップ3と変わって10番6番7番という展開。時間の方は残り30秒。トップグループは現在のところまもなく RC マガジンコーナーに入る。さあトップ2台が最接近。4番1番がバトル。 KO プロポコーナーをクリアしていく。時間の残り15秒。 Just 15 seconds left to go here. Will there be any time for a change? Car number 4 is all over it. さあ残り時間10秒切っている。さあトップグループは RC マガジンコーナー。時間のはなくなってくる。ここで5分が経過。ゼッケン1番の宮島選手がツンデでかわして決勝未明優勝おめでとうございます。2番手ゴールはゼッケン4番の矢月選手、3番手はゼッケン2番の松本選手、1番、4番、2番とゴール、10番、7番、6番、5番、3番ゴールして全車これでゴールインとなります。お疲れ様でした。それからね、コミカルグラスホッパー20代でかなりジャンプ台のあたりね、転倒等多くなると思われますので、ちょっとマーシャルを増やして、はい、えらい大変ですよ多分ジャンプ等で転がったりしますからね。はい、さあトップスタートですけれども、カーナンバー1番北井優也選手。さあ北井選手はですね、毎回こういうクラスに合わせて、ダンプカーの時には黄色いヘルメットかぶったりとかしてくれるんですけど、はい、今回多分クラス本当は男子グライダーってライダーのクラスがあって、その時にあのライダーの格好をするんですけど、今日はなぜかコミカルグラスホッパーで、しかもあれあバッタだからね、グラスホッパーだからね。でしかもこれ自分で手作りですよね、これ全部ね作ってますよね。でこれレースの時には何となくこう元気やっていいんですけど、レースに負けた後コースマーシャルであの格好で立ってる時すごい寂しそうなあんなに寂しそうな仮面ライダー見たことないぐらい、うなだれた仮面ライダー。皆さんぜひマーシャルの姿もご覧いただければと思います。そして、2番グリッドはね、今年もタミグラポイントダントツの、ね、ゲット率、もうほとんどいろんな会場であった気がします。奥山隆選手です。マシンはいつもねベネトンカラーで非常に分かりやすいです。鮮やかなね、緑、赤、黄色という、ね、ベネトンカラーで塗っています。そして3番グリッド、こちらもちょっと癖が強い、タキシード着てます、タキシード着てます。カーナンバー3番は森田正史選手です。やっぱり、ね、1年1回の晴れ舞台ということ、お歌った晴れ舞台ということでいつも清掃できてくれるんでね、今ちょっと大恐れ目を歌ってた感じですかね。素敵ですね。とにかく選手癖が強い。そして4番グリッド、西野正則選手。すげえ普通に感じちゃう、西野ね。そして5番グリッド、脇坂英二選手。さあ以下、俊雄選手、安藤選手、早川選手、宮川選手、平岩選手、追記選手、山口選手、川村選手、西岡選手、渡辺選手、岩井選手、古高選手、山内選手、増尾選手、加藤選手で、20代となってまいります。ちょっとコースマーシャル大変ですけどもね、特にジャンプ台のあたりスタッフ今ついておりますけどもね、頑張っていただければと思います。さあ5分間の周回レースとなります。コミカルグラスホッパークラス20代でのスタートとなります。それではスタートです。
ドライバーオンザトーン。さあこれ見たらね、懐かしいと思われる方も多いかもしれません。グラスホッパーをコミカルにしたスタイル、そしてビッグタイヤを装備したね、コミカルスタイルと走りで、今非常に人気となっております。コミカルグラスホッパーのレース、20台での決勝レースとなります。もう早速ジャンプ台のところがもうバーチャルスタッフももう疲れてますね、一瞬さあしかしトップスタートの北井選手、うまくジャンプ台を抜けたみたいですね。あっと、やはり変な跳ね上がり、割れ目にはまりましたね。2番手奥山選手、さあこれでポジション変わってきたかな。さあ北井選手も早くもアンテナ両方とも取れちゃった、ね、そうですね、1回目のジャンプで1本、2回目で2本目取れました、ね、綺麗にもうなくなってます、一瞬でなくなりました。ある意味身軽になったかもしれませんねさあ今このテーブルトップセクションを越えていきます。カーナンバー1番北井選手、追いかけるのは森田選手ですが、今森田選手転倒かな。さあやはりですね、何が起こるかわからないこのコミカルグラスホッパークラスね、転倒しちゃうと一気に順位変わっちゃいますのでね。そうですね。さあトップは北井優也選手、カーナンバー1番、今 RC マガジンコーナーを抜けていくかな。そしてジャンプセクション、結構北井君は慎重ですね。そうですね。このレース1分30秒経過しました。もうマーシャルも大変現在トップから、1番手北井選手、奥山選手、俊雄選手、森田選手、安藤選手という順番になっています、ね、番号でいくと1番、2番、6番、3番、7番でね、今日このコミカルグラスホッパー出てる選手の方はぜひね、南側もちょっと覗いてほしいと思うんですけども、はい、コミカルグラスホッパーをやってる皆さんのためにですね、新しいジャンプ台と新しいスロープを作っておりますのでね、今度からあれ使うのかよっていうのをちょっと見ておいていただきたいなって、ちょっと度肝抜くやつ作っておきましたので ね、 お願いします。 ね、 すごいですね。それはぜひもこのレースの後、まあ、じっくり見ておいてマジかよ、はい、マジかよっていうところです。さあレース時間は2分15秒経過しています。依然トップはカーナンバー1番北井優也選手ですね。さあホワイトにブルーとレッドのカラーかな。こう見てますと気持ち、皆さんジャンプ台のクリアの仕方が変わってきたかのように思います。最初勢いよくスピードを乗せてジャンプしていたんですが、今ちょっと慎重にジャンプ台に登っていく形になっていますね。さあレース時間2分40秒となりました。現在トップから番号で1番、2番、6番、3番、7番となっています。トップ5です。先頭を走るカーナンバー1番北井選手のマシンはホワイトのカラーリングに後ろに赤いラインが入っています。後ろただこう縦に入っているという、縦に入って難しいこと言いますね、はい、なんか高速をちょっと見るとほらアンテナがところどころに散乱してるんで、ね、あ本当ですね、ジャンプ台の下あたりね。さあここでデッケンバゴ2番の奥山選手が一気に差を縮めてきてますね。1番、2番、6番タイム差0.8秒差という形になってます。今ストレートを抜けてきますね。さあコミカルな見た目とは裏腹にですね、すごい接戦になってきそうです。はい。さあ今テーブルトップを抜けていきます。さあ俊雄さんが今ビッグエアを見せて2番手に上がりましたね。7色にライトを輝かしているのが俊雄選手ですね、はい、ブラックとレッドのカラーにも今増田ストレートを抜けていきます。さあここでやっぱ優勝しないと次マーシャルやるときまた仮面ライダーがねちょっと息消沈した感じになるので、ここはぜひ勝っていただきたいですけどね。さあテーブルトップ抜けてきましたらすぐ後ろにいます2台、今双葉コーナーを抜けていきます。先頭はホワイトにレッドのラインが入っていますね、鈴木のマークが上に入っていますかね。そしてすぐ後ろブラックとレッドのカラーリングが2番手俊雄選手、そしてその後ろベントンカラーですね、緑、イエロー、ブルーのカラーリングが奥山選手。3台は約1秒の間に通過しています、はい、ちょうど今横並びで横並びですね、今コンプラインを通過していきました。あいいですね、俊雄選手は男気すごいですね、ジャンプってとりあえず行っちゃえみたいな感じはありましたけどね、はい、裏目に出ました、ね、でもいいです、そういうクラスなんで。そうですね。さあレース残り20秒です。さあ北井選手このまま逃げ切って元気な仮面ライダーのままでいられるのか。さあ残り10秒、これがファイナルラップとなりそうですね。13周目、しかし奥山選手すぐ後ろにいる。さあ双葉コーナーでここで
仕掛けるか、マッサストレート、さあ連鎖ここで5分経過、これがファイナルラップ。さあトップ争い、マッサストレートエンドから丸太コーナー、そして RC マガジンコーナーに向かう。そしてこのジャンプ台、ここでどうなる両者。さあここで逃げ切ってきた井浦選手、仮面ライダー逃げ切ってトップゴールイン、おめでとうございます。よかった。さあ続々とゴールにしていく。さあここでレース終了となります。さあ期待選手、奥山選手、俊夫選手、脇坂選手、森田選手、西野選手、追記選手、平岩選手、安藤選手の順でゴールとなっております。なんか心なしかこの走り終えたマシンたちが疲れてるように見えるのは気のせいでしょうか。まあ、ちょっと部品が取れてるやつもありますしね。なんかね。それではマツダチャンピオンシップの決勝 A メインの選手の方、マツダチャンピオンシップ決勝 A メインの選手の方、1時50分より決勝第2ヒートがスタートしますので配布場まで。さあちなみにマツダチャンピオンシップ1回目の予選ではですね、ゼッケン番号2番をつけます佐々木拓磨選手がトップゴールとなっています。ですのでこの2回目、佐々木選手がまたトップゴールとなれば文句なく優勝という形。さあしかしね、もちろん上位選手どなたでもチャンスがございます。1回目の予選ではゼッケン番号1番の永井選手が2番手ゴール、そしてゼッケン番号6番の赤堀選手も3番手ゴールという形なので、この2回目の成績以下によってはですね、総合優勝も狙えるポジションにいると言っていいでしょうね。で4番手ゴールとして鈴木誠太郎選手、5番手渡辺選手、そして、3番ゼッケンの今家選手が6番手ゴール、1回目の決勝となっております。ドライバーズOn the tone! さあまずは順調にポジション通り1番、2番、3番、4番、5番、6番、7番と通過。さあまず緊張の1周目、オープニングラップは永井選手、トップスタートのマシンがポジションをキープ。その後ろから1回目の決勝トップゴールしている佐々木拓磨選手、マークしていきます。さあ先頭永井選手、ボディチョイスはロードスターですね。ホワイト、レッド、ブラックのカラーリング、そしてその後ろからピンク、ホワイト、ブラックのカラーリング、ロードスターが佐々木選手。その後ろ3番手も現在ロードスターですね。ホワイトとピンクのカラーリングは小家選手となります。ここまではスターティングポジション通り1番、2番、3番、4番、5番という順で走行中。Okay, and with just about a minute of this all-important session gone, car number one and car number two lead us around, and these two MX-5s are putting on a nice display of smooth driving here. Car number two starting to push. さあ、この2回目の決勝も序盤から接戦。さあ、上位陣、マツダストレートを抜けて RC マガジンコーナーに向かいます。レース時間は1分25秒経過。さあトップ2台は双葉コーナーに向かっていきます。依然トップスタート永井選手が先頭、その後ろから佐々木選手、小池選手がぴったりマークしていきます。さあレースタイム1分45秒経過、5分間という長丁場で行われますマサチャンピオンシップ決勝 A メイン。さあ序盤は静かなレース展開となっている。おっと永井選手フェンスに少し接触、ポジションはキープ、しかし差は縮まっている。さあトップ3台マツダストレートを抜けていきます。コンマ1秒、コンマ2秒差でついていく。さあ先頭は永井選手、ホワイト、ブラック、レッドのカラーリング、ロードスター、そしてピンク、ホワイト、ブラックのカラーリングが2番手、同じくロードスター。あーっと3番手小家選手が転倒。さあトップ争いは今2台に絞られたか。RC マガジンコーナーを抜けてレース時間は2分30秒、折り返し地点。 And we're halfway through this race and car number 2 has sneaked ahead of car number 1 and this could be huge in this A main. The gap is really small at the moment and car number 1 is trying to get back. Let's see how he does. さあカーナンバー2番佐々木選手がトップに立って永井選手と続く。もう佐々木選手が逃げ切れば総合優勝、文句なく1回目、2回目ともにトップゴールという形。しかし永井選手も先ほど2番手ゴールしてますので、ね、
この2回目のヒットでトップゴールとなればもちろん総合優勝の目がありますので、ここは頑張っていきたいところ。さあ、マツダストレートを抜けていくトップ2台のマシン。さあ、レース時間は3分10秒経過しています。And we have less than 2 minutes of this heat to go now, and car number 2 is just stretching a little bit away from car number 1, who's desperately trying to stay into contention. What's going to happen here? さあ、現在2番、1番、4番、6番、3番トップ5カウント。さあ、そして先ほど3番手ゴールの赤堀選手、イエローとグリーンのデミオもじりじりと順位を上げて今4番手につけています。さあ、レースタイム3分40秒経過。トップは掛川大会代表佐々木拓磨選手、ピンクとホワイト、ブラックのカラーリングロードスター、今富士屋コーナーから松田ストレート、そしてすぐ後ろタイム差 0.5 秒で永井選手が追いかける。予選トップの栄光の番号カーナンバー1番をつけています。さあ、慶応ヘアピンから双葉コーナーに向かうトップ2台のマシン。レース時間残り1分です。 And there's just a minute to go here, and does car number 1 have any answer for this? He's pushing hard, but at the moment making little impression on car number 2. さあ、周回数18周目に入ったトップ2台のマシン、藤谷コーナーから松田ストレート。さあ、2台の差は現在 0.5 秒というカウント。そして3番手にはデッケン番号4番、岡山大会代表鈴木誠太郎選手、そして赤堀選手、今家選手とついていきます。さあ、残り30秒。さあ、ここで佐々木選手が少し差を広げてきているか。さあ、マルトコーナーから RC マガジンコーナーを抜けて実況席の前に戻ってくるトップマシン佐々木拓磨選手。さあ、この2回目の決勝 A メインもトップゴールで制するのか。さあ、マツダストレートに向かう2番手永井選手とのタイム差は1秒70、残り5秒。さあ、ここで5分経過。掛川大会代表佐々木拓磨選手、20周トップゴールでマツダチャンピオンシップ総合優勝確定となります。おめでとう。さあ、そして永井選手、小家選手、赤堀選手、鈴木選手の順で全車ゴールインとなります。さあ、佐々木選手、永井選手、いいレース展開でしたけれども、佐々木選手、後半はかなり差をつけてのゴールとなっております。GT クラス決勝 A メインの選手の方、 GT クラス決勝 A メインの選手の方、配布場までお越しください。さあ、降臨で GT。 さあ、シティチャンピオンシップもね、接戦がされますけど、なんといっても1回目の決勝の時は10番グリッドからスタートした山下選手が2番手ゴールというね、いいポジションをつけてますので、ここで、トップゴールすればもちろん総合優勝かなり近くなりますしね、いろいろ見どころも満載じゃないかと思います。そして2番グリッドスタートの岡崎選手ね、1回目のレースなかなか落ち着いた走りを見せていたので、あの走りができればこの2回目もね、当然、成績いい成績出てくるんじゃないかと。ただトップスタートの佐々木選手ね、もちろん、予選トップというだけあってね、その実力は、申し分ないところもありますので、1回目の決勝の時にはね、ちょっと接触等もありましたので、その辺なければ上位に名を連ねてくると思います。さあ、こちらも5分間のレースとなります。 ST チャンピオンシップ決勝 A メイン2回目のレースとなります。 Drivers at the turn。さあ、緊張のオープニングラップ。さあ、ポジション通り通過できるか。さあ、全車ポジション通り今コントロールラインを通過です。さあ、掛川大会代表佐々木一世選手、佐々木選手も中学生ドライバー。さあ、ブルーとホワイト、ブラックのカラーリングの NSX、 今藤谷コーナーからマツダストレートに向かいます。ボディは NSX、 その後ろ追いかける岡崎選手も同じく NSX ホワイトとブルーのカラーリングとなります。さあ、3はストレートを抜けて、蛍光ヘアピンから双葉コーナーを抜けていきます。トップグループトップと2番手の、タイム差は1秒、その後ろ韓国代表のキム選手がコンマ9秒差で追いかけていきます。ホワイトとピンクのカラーリング。さあ、レース時間は50秒経過です。50 seconds of this race gone, and car number 1 is leading us around with a very healthy cushion of about 1.8 seconds from car 2, and Kim from Korea is in position 3. さすが予選トップの実力、佐々木一世選手、ここまでは
リードを広げつつポジションキープしています。 RC マガジンコーナーから3話ストレートに戻ってくる。これで7周目に入ります。ブルー、イエロー、ホワイト、ブラックのカラーですね、 NSX。 さあ、マスターストレートを抜けていく。さあ、追いかける岡崎選手、1回目の決勝ではトップゴールして現在総合優勝に最も近い岡崎選手。さあ、2番手ゴールでも非常にね、有利ではありますのでね、ここをどうレース展開していくかというところも注目となります。現在トップ5、1番、2番、3番、4番、7番となります。レース時間は1分50秒経過です。 We're about 1 minute and 50 seconds into this race at the moment, and we still have car number 1 moving slowly away from car number 2, and Kim is in position 3. さあ、佐々木一世選手トップキープで10周目に入ったマストストレートエンド。さあ、マルトコーナーから RC マガジンコーナーを抜けていきます。さあ、ここで2番手以降2秒と大きく差を広げてきている。さあ、その後ろを続くのが岡崎選手、1回目の決勝トップゴールの岡崎選手、そして韓国代表キム選手が3番手につけている。愛知大会代表森山選手、北海道大会代表橋本選手が5番手、そして宮城大会代表5番大沢選手が6番手を走行中です。レース期間は2分40秒経過です。And we're into the second half of this race now. 2 minutes and 40 seconds gone, and things have really settled down at the front. Car number one has a 3-second cushion from car number two, and then Kim in position three also has a pretty decent cushion over the car behind. さあ、レースは3分経過、残り2分。さあ、トップスタート、高木川大会代表佐々木一世選手、快調な走りを見せてポジションをキープ。さあ、今マルトコーナーから RC マガジンコーナーを抜けていきます。コース中央、そして実況席の前を今通過していきます。さあ、後続との差を大きく引き離している。現在3秒差というカウント。さあ、マツダストレートを抜けていきます。15周目、ブルー、ホワイト、ブラックのカラーリング。さあ、これで16周目に入っています。SC チャンピオンシップ、レース時間は3分40秒経過です。 3 minutes and 40 seconds of this session have gone, and still car number 1 looks comfortable at the top, a 3.6 second gap to car number 2 last time around, and Kim from Korea is driving very consistently for P3. さあ、レース残り1分となります。さあ、カーナンバー1番佐々木選手、ポジションキープ、このまま逃げ切るのか。さあ、コース中央、 RC マガジンコーナーに戻ってきます。トップマシン、そして1台挟んで2番手岡崎選手と続く。さあ、特集回数は19周目に入っています。残り40秒。 And there's just 40 seconds left to go of this session, and it looks like we might be coming home just how we started, with car number 1 from 2 from Kim and car number 3. さあ、周回数は20周目に入って残り約20秒。さあ、後続3秒と引き離して佐々木選手、そして2番手の岡崎選手と3番手キム選手のタイム差も3秒というカウント。さあ、いよいよラストスパート、レース終盤戦、残りは10秒。これが最後の周回となるか。佐々木一世選手、カーナンバー1番。さあ、マガジンコーナーを立ち上がってもう1周入っていった。22周目、そしてレースはここで5分経過。岡崎選手が2番手確定ゴールイン、そしてキム選手が3番手ゴール。さあ、そしてカーナンバー1番佐々木一世選手がここで2回目の決勝トップゴールとなります。おめでとう。単独22周をマーク。さあ、これでレース終了となります。さあ、これはポイント制ですので、ね、2回の合算で順位が出てまいります。2回目の決勝、佐々木一世選手がトップゴールとなります。お願いします。 GT チャンピオンシップ決勝 A 面2回目のヒートとなります。
Drivers at the tone.先ほどの ST チャンピオンシップからスピードが上がって GT チャンピオンシップにクラスが移る。1台ボディを巻き込んでいる。さあまず序盤の展開、予選トップスタート、白のマシン、白のフェラーリ F12、 シンガポール代表ダリル選手がまず序盤ポジション通りトップで走行中。その後ろから先ほど1回目ではトップゴール松浦健太選手が続きます。1番、2番、4番、6番、3番、7番という展開。さあ先頭は白のフェラーリ F12、 シンガポールダリル選手がキープ。レース時間45秒経過です。 And we're 45 seconds into the second heat of the A main, and Daryl is streaking away at the front here. He has a lead of 1.1 seconds already from the number 2 car in second. Now we've got just about 1 minute gone. さあ1分を経過、序盤はホワイトのマシンダリル選手がポジションキープ、後続と少し離していますね。コースが1つ分ぐらいの差をつけている。さあ実況席の前を通過していきます。トップマシン栄光の予選番号ゼッケン1番をつけておりますダリル選手。さあマスターストレートを抜けていく。その後ろから松浦選手、小坂選手、そして杉村選手が続く。さあ松浦選手、小坂選手は1回目の決勝1番手、2番手ゴールですからね。この2回目の決勝の着順非常に大きいです。さあ2番手争い、こちらも注目。さあレース時間は1分40秒経過です。 And about 1 minute and 40 seconds gone of this heat. Daryl still leads at the top, but the two cars behind him, number 2 and number 4, are now closing in a little bit from car 6 and car 3. さあトップを走っていたダリル選手、フェンスにちょっと接触がありまして下がってしまった。ポジションはキープ、トップホワイトの F12。 さあその後ろから松浦選手、小坂選手、杉村選手がぐっと迫ってきている。さあ3話ストレートから KO ヘアピン、そして双葉コーナー、藤谷コーナー、マスターストレートに入っていくトップグループ。さあ周回数11周目、レース時間は2分20秒経過です。 And 2 minutes and 20 seconds gone, and who would have seen this about a minute or so ago? It's really tightening up at the top there. Daryl still leads, the gap is 6 tenths to the car behind, 2, 4, 6 and 3. さあトップダリル選手、その後ろの松浦選手、タイム差は 0.5 秒、そして小坂選手がその後ろ 0.4 秒、杉村選手が 0.3 秒と続いていく。さあもちろんワンミスあれば一気に逆転される。緊張感あふれる走行が続きます。 GT 決勝 A メイン、レース時間2分50秒経過。依然トップスタート、シンガポール代表ダリル選手、ホワイトのフェラーリ F12 がトップをキープ。さあ警棒ヘアピンから双葉コーナーを投げていきます。さあ2番手松浦選手のタイム差は 0.5 秒というカウント。レース時間は3分10秒経過です。 And there are about 2 minutes left to go in this session, and the gap at the top has stabilized at about 7 tenths of a second at the moment for Daryl from car number 2 and car number 4 and car number 6. 3 minutes and 20 seconds gone.1回目の決勝ではいろいろ不運もありましたけれども、ダリル選手、この2回目の決勝、ここまではポジションキープ、いい走りを見せている。予選トップは伊達ではありません。さあ RC マガジンコーナーを抜けていく白のフェラーリ。さあしかしここで松浦選手迫ってきたか、 0.3 秒差まで縮めてきた。藤谷コーナーから松田ストレート。さあレース時間終盤戦、3分50秒経過しています。And 3 minutes and 50 seconds of this session gone. And hold the press, because this isn't quite over just yet. A gap of 3 tenths at the top now. It's getting close. さあ松浦選手、ダリル選手を抜き去れば2ヒートともトップゴール、完全優勝という形。さあダリル選手も予選トップの意地がある。さあこのヒートは出がしとも取りたいところ。さあトップ争い、 RC マガジンコーナーを抜けていく。先頭は白のフェラーリ、その後ろからイエロー、レッド、ホワイトのカラーリング GTR、 カーナンバー2番のマシンがつけていく。マスターストレートを抜けていく。両者のタイム差は 0.3 秒。さあ現在トップ51番、2番、4番、6番、3番。さあしかしトップ2台が少し抜け出しているという形。レース時間は残り20秒です。20 seconds to go in this, 20 seconds to go in this final.さあタイム差 0.3 秒、1番と2番のマシン、レース時間残り10秒。10 seconds to go. さあもう1周入るか。
さあ、RC マーケティングコーナーから最終コーナー、もう1周入っていく、これがファイナルラップとなるか、24周目。さあ、レースはここで5分経過。Okay, 5 minutes left, this is the final lap. さあ、トップ争い、RC マーケティングコーナーから最終コーナーに向かってくる。さあ、立ち上がって、白のフェラーリ、ダニエル選手、逃げ切って2ヒート目、トップゴールおめでとう。Hold the flag, what a great win for Darrell.さあ、そして2番手に松浦選手、そして小坂選手、杉村選手、竹本選手、坪井選手、谷口選手、宮島選手、松本選手、菅原選手の順で全車ゴールインです。素晴らしいレース展開でしたね、ダリル選手。決勝5分間のレースを走行してまいります。さあ、ちなみに1回目の決勝ではですね、ゼッケン番号3番をつけます上本選手がトップゴールしていますので、この2回目でも上本選手3番のマシンがトップでゴールすれば総合優勝確実という形になりますね。で、2番手ゴールが、ゼッケン番号8番をつけた酒井選手ですので、酒井選手もここでトップを取ってくれば総合優勝の目があります。そしてゼッケン番号2番、荻原圭選手、3着ゴールでしたので、ね、この荻原圭選手もチャンスがあると言っていいでしょうね。非常に僅差での接戦となりますのでね、どなたが優勝するか非常に読めない展開となっております。 TRF チャンピオンシップ決勝 MA2 回目のヒートスタートとなります。Drivers at the turn. さあ、見た目とは裏腹のハイスピードでのバトル、 TRF チャンピオンシップ、まずは緊張のオープニング。1番浅野選手がポジション通り通過、そしてその後ろ荻原圭選手、そして1回目の決勝トップゴールの貝本選手つけていく。さあ、そして早くもカーナンバー2番荻原圭選手がトップに上がってきた。2番、1番、3番、5番、6番という展開。さあ、先頭はブルーのカラーリング荻原圭選手、コース中央 RC マガジンコーナー、そしてその後ろからブルー、イエローのカラーリング、カーナンバー1番をつけます浅野裕一郎選手、そして1回目の決勝でトップゴール、オレンジ色とブラックのカラーリングは上本選手となります。岡山大会代表、レース時間は50秒経過です。50 seconds in, and this is a pretty cat and mouse battle at the moment. Cars number 2, 1 and 3 in that order lead us. And remember, I think these were the top three finishers in the last race. So it's really tough to read just how things are going to go. さあ、レース時間は1分10秒経過。さあ、A 級シード権を持っております荻原圭選手、ゼッケン番号2番のマシンがまずこのレース序盤をリードしていきます。そして予選トップ、会長の足を見せていた浅野雄一郎選手がそれに続く形。さあ、両者のタイム差は 0.4 秒差、周回数は7周目に入っています。さあ、藤谷コーナーからマツダストレートを抜けていく。ブルーのトレーラー先頭荻原圭選手、そしてブルーとイエローのカラーリングが2番手浅野雄一郎選手となります。レース時間は1分40秒経過です。And we're about 1 minute and 40 seconds into this second A main heat. And at the moment, truck number 2 still leads from truck number 1 and number 3. Looks like those two have separated a little bit away from the field. Gap at the top is 6 tenths. あとここで浅野一郎選手がハースピン。さあ、この間に貝本選手が2番手に上がってきた。そして3番手には鈴木選手。結構イエローのカラーリングのマシンが上がってきている。さあ、ポジションは2番、3番、5番、1番、6番と変わった。さあ、荻原圭選手が先頭、そしてその後ろから貝本選手。さあ、総合優勝の行方をかけてこの辺りポジション非常に重要。さあ、どのマシンがトップゴール、そして総合優勝に輝くのか。さあ、荻原圭選手頭2つ抜け出している形か。後続1秒87引き離して走行中、折り返し2分30秒経過です。 And we're already into the second half of this race. And truck number 1 is having a bit of a tough time of it, down to 5th position at the moment. So it's left for truck number 3 to chase number 2, and the gap is 2.1 seconds at the top. さあ、トップは荻原圭選手、ブルーのマシン、今双葉コーナーから藤谷コーナーに向かう。追いかけるオレンジ色とブラックのカラーリング貝本選手、そしてその後ろから蛍光イエロー、ホワイトのカラーリングは鈴木拓也選手、福井大会代表、
そしてその後ろ遠藤龍太選手、ホワイト、ブラック、オレンジ色のカラーリングのマシンが続いていく。さあ突破シーンは早くも松田ストレート通過、周回数は14周目を走行中です。さあ荻原圭選手、このまま逃げ切るか。15周目に入った。With 3 minutes and 25 seconds gone, still truck number 2 is like a very unruffled truck at the front there. A big lead of 2.5 seconds from the pink and black truck number 3. さあレース時間残り1分20秒となります。さあここに来て後続を大きく引き離していく荻原圭選手、周回数は17周目に入った。追いかける海本選手、今実況席の前を通過。タイム差は2秒91、約3秒差。しかしその後ろから遠藤龍太選手がぴったりマークしていく。海本選手を捉えようかというところ、ホワイト、ブラック、オレンジのカラーリングとなります。さあレースタイムは間もなく4分10秒になります。 And we're into the last minute of this race and truck number 2 looked remarkably unperturbed at the front there, pursued by number 3, 7, then 1 and 5. さあ残り40秒、荻原圭選手、快調な走りで19周目。さあ2番手争いは依然僅差0コンマ4秒差。上本、遠藤両選手、今中央 RC マガジンコーナー。さあレースタイムは残り25秒で荻原圭選手20周目を走行中。マツダストレート、レース時間残り20秒。 And just 20 seconds to go and truck number 7 is now closing in on number 3. Can he be the cat amongst the pigeons? さあ残り10秒となります。さあ2番手争い接戦となっている。タイム差は0コンマ3秒というカウント。さあレース時間はここで5分経過。さあ最終コーナー立ち上がって2ヒート目、荻原圭選手がトップゴール、そして2番手海本選手が逃げ切った。最後は0コンマ03秒差での2番手ゴール。そして遠藤選手、鈴木選手、浅野選手、瑛太選手、原野選手、綱島選手、清家選手、酒井選手の順でゴールインとなっております。さあ2回目は圧倒的な走りを見せて荻原圭選手がトップゴールとなっております。さあいよいよ本日ワールドチャンピオンシップ予選決勝最終レースとなりますね。小中学生ドライバー集います。ジュニアチャンピオンシップ予選上位10名の選手で争われます。さあ1回目の決勝1ヒート目ですね。1回目のレースではゼッケン番号1番トップスタートの関西大会代表西本岳選手がトップゴールですので、この2回目も西本選手がトップゴールすれば文句なく総合優勝という形になります。しかし2番ゼッケンをつける服部選手も2番手ゴールとね、ここをいいポジションでつけておりますので、服部選手が、トップでこの2回目の決勝をゴールインすればですね、ポイントは同一で流れまして、あとはタイム差というので非常に僅差での総合優勝争いという形になります。そして1回目石田選手が3番手、佐藤英信選手が4番手着順となってますんでね、この辺りもぜひこの2回目の決勝でいいポジションを取ってですね、より上位に上がれるように頑張っていただければと思います。さあそれではお待たせいたしました、ジュニアチャンピオンシップ決勝 A 面2回目2ヒート目のレーススタートとなります。ドライバーズ at the turn。さあ静かな幕開けとなります。小中学生ドライバージュニアチャンピオンシップ、さあ予選トップの西本選手、この2回目の決勝レースでもポジションキープして文句ない完全勝利での総合優勝を果たすのか、そして2番手スタート服部選手が一矢報いるのか注目となります。さあ今実況席の前に戻ってきます。トップグループ非常にねスピードを抑えたレギュレーションとなっておりますのでね、一つミスが出ると大きくポジションがずれてしまいます。さあここは慎重にかついいライン取りを目指す、ポイントとなります。ジュニアチャンピオンシップ、さあトップマシン実況席の前を通過するイエローとブラックのカラーリング、ボディは NSX でしょうかね。さあその後ろ蛍光イエローのマシンが2番手、服部選手が続きます。
さあ現在1番、2番、3番、4番、5番、6番、ここまではスターティングポジション通りとなっています。レース時間は1分5秒経過です。 And 1 minute and 10 seconds gone and car number 1 still leads us at the front from 2, 3, 4 and 5、So you are P9。さあレースは1分30秒経過、トップ周回数6周目。さあトップスタート西本選手、さあ2位以下をじりじりと引き離してきている。1秒差。さあ蛍光イエローにブラック、そして赤いウィングをつけています。そして予選トップの証、黄色のゼッケンシール1番をつけたマシン、今富士屋コーナーから松田ストレートに入っていく。その後ろ1秒29差で服部選手、こちらも蛍光イエローのマシンとなります、ボディ NSX。さあ、まもなくレース時間は2分を経過します。And we are 2 minutes into this session. And car number 1 has a healthy 1.6 second lead at the top from car 2. So you're in P9. さあ、レース時間は2分15秒経過。まもなくレース中間地点となります。さあ、ここまではスターティングポジションキープしている西本岳選手がレースをリード。マスダストレートを抜けていく。タイム差1秒47で服部選手、そしてその後ろさらに1秒34差で戸田選手、そして本番2秒差で佐藤選手と続きます。さあ3番手争いはかなり僅差となってきている。3番と4番の争いです。さあ2回の決勝の順位ポイントでの総合結果となりますのでね、1回1回のポジションポイントによってはですね、表彰台この辺りも大きく変わってきますのでね、非常にポジション大事にしていきたいところです。さあレース時間はここで3分経過となります。3 minutes have gone. Car number 1 still leads from car number 2. さあここで3番手争いのあたり、ちょっとフェンスに激突してしまったか。さあ1番、2番、3番、4番、5番、6番、ポジションは変わっておりませんが少し差が開きました、戸田選手と佐藤選手。さあトップマシンは西本選手、落ち着いた走りを見せている。 RC マガジンコーナー、そして3はストレートに向かってくる。そしてその後ろ約1秒3の差で服部選手が追いかけていきます。さあ藤谷コーナーから松田ストレート、13周目。レース時間は3分45秒経過です。3 minutes and 45 seconds gone and car number 1, the yellow car, comes across the line again in first place, 1.7 second lead. Driver from Korea, Seoul, P10. さあレースいよいよ残り1分、終盤戦。さあ西本選手、このまま逃げ切って完全勝利を果たすか。さあ実況席の前を通過、15周目。2番手服部選手は1秒73差で追い抜けていく。レース時間4分15秒経過。 4 minutes and 20 seconds have gone in this race, so 40 seconds to go. And is there going to be any change at the top? 1.7 second lead for car number 1. さあ残り30秒。さあトップと2番手つかず離れずといった展開、1秒40差。両者マツダストレート、蛍光イエローをベースとしたマシンとなります、トップ2台。さあそしてこれで17周目に入ったカーナンバー1番西本選手、残りは10秒。さあこれがファイナルラップとなるか。さあマルトコーナーから RC マガジンコーナーに向かう。レース時間はここで5分経過。チェッカーが用意される。さあ最終コーナーを立ち上がって西本選手、ミヒートとも制して完全勝利おめでとう、関西大会代表。そして2番手には鉄拳番号2番服部選手、そして3番戸田選手、4番佐藤選手、5番前川選手、6番石田選手、そして森岡選手、木所選手、中村選手、総選手の順で全車ゴールインとなります。カーズフィニッシュ、グッジョブ。皆さんおめでとうございます。
はい、ありがとうございました。お父さんお母さんがいる方向いてください。ローターコースターがプレゼントされております。佐々木選手に一言今のお気持ち聞かせてください。優勝できてすごく嬉しいです。これまでに練習を積み重ねたので、積み重ねてきてすごくここで結果を出せてすごく嬉しいです。ありがとうございます。応援してくださった皆様ありがとうございました。おめでとうございます。では続きまして、今回プレゼンターを務めていただきました小島武史様よりマツダチャンピオンシップの総評をお願いいたします。ただいま紹介いただきましたマツダ株式会社の広報本部の小島と申します。本日は、選手の皆さん、マツダチャンピオンシップに参加していただいた皆さん、白熱をした中にもクリーンなレースを本当にありがとうございました。また優勝された方、それから、入賞された方、大変おめでとうございました。今回タミヤフェアということでですね、私たちマツダは、あちらにちょっと今見えませんけども、ルマンで優勝した 787B、こちらの方を展示させていただきました。トヨタさんの今年優勝した車と2台が、並ぶというのはですね、初めてのことです。世界的に見ても初めてのことです。非常に奇跡的なことだというふうに思っています。これが実現できたのもですね、タミヤさんはもちろんそうですし、トヨタさんもそうだと思いますし、私たちマツダもそうなんですが、ものづくりに対してですね、より多くの人たちに興味を持っていただきたい、そして日本のものづくりを盛り上げていきたいという共通した思い、志があってですね、初めて実現したことだというふうに思っています。私たちマツダは、タミヤさんと、2015年から一緒にコラボレーションをさせていただいてきています。そういった先ほどお話した思いをですね、志を、さらに強化しながら来年以降の活動にもつなげていきたいというふうに思っていますので、ぜひご期待いただいてですね、来年以降もより多くの人たちに参加していただければというふうに思います。本日はどうもありがとうございました。マツダ株式会社執行役員広報本部長小島武史様、ありがとうございました。では皆様改めておめでとうございます。そしてもう一回ガッツポーズ。はい、6名の皆さん本当におめでとうございました。おめでとうございます。はい、ありがとうございました。